セバスティアーノ・セラフィニー。セバスティアーノ・セラフィーニは、ミラノ出身のモデル、俳優、ミュージシャン。血液型は AB 型。愛称は、セバ。イタリアのドラマで子役として活動を始める。15歳の時、ロベルト・カバリに見出され、プロのモデルとして、ミラノでモデル活動を開始。その後、香港に渡り様々なファッションショーや紙面でのモデル活動を経験し、 2009年に来日。現在までに、ポール・スミス、イ・トゥルー・レリジョン、H ・ナオト、ドレス・キャンプ、ディーゼル、ジ G ・スター、ナイキ、ユニクロなどのモデルを経験。また、ソニー、パナソニック、ノキア、カシオなど、多数の広告にも出演している。2010年には、テレビ番組、日本人の知らない、日本語に、ルカ役で、レギュラー出演を果たし、同年11月。 当番組が DVD 化され、日本人の知らない日本語リターンズがスピンオフとして放送された。翌2011年には DNR のボーカルキーボードとして音楽活動を開始。同年、埼玉スーパーアリーナで行われた日本最大のビジュアル系イベント V ロックフェスティバル2011に出演し、日本人のオーディエンスを熱狂させた。 2014年3月から2015年5月、世界初全楽曲に、ボーカロイドを使用するビジュアル系バンドエクセリオンのマニピュレーターとしても活躍中。2014年11月からソロとして活躍中。ファーストソロシングル、ホールンを2014年11月7日、配信リリースして、ドイツの iTunes ポップチャートで1位になった。 イタリアでは11月から放映のドラマ、コラムスのセカンドシーズンのサウンドトラックに使われている。11月21日、フォールン、シングルリリース。2枚目のシングル、ネバーウォークアローン2014年12月19日3枚目のシングル、祈り2015年2月20日若手、ドイツ人のバイオリンマックス・ライマー、初めて日本語、ルイーサー・ビローマのファッションに、 影響のある40ブロガーに選ばれ、フィレンツェ4ウェイバーに参加。今も、なお、各国のイベントに召喚されている。また CNN、ボグ、GQ、ヤフー、MTV、ファッション TV、ファッションワン、LA ウィークリー、ユーニープレイ、ライ、アジゲなどのあらゆるのメディアに取り上げられた。SNS フォロワー、Facebook60 万人、Instagram40 万人、 ツイッター11万人、YouTube 視聴回数850万回。イタリア語、英語、北京語、日本語、ドイツ語を喋ることができる。ありがとうございます。